風強いな。というかもうこんにちはの時間ですね。最近よく聞いてるポッドキャストのバックスペース FM のパーソナリティの松尾さんという人の影響でちょっとサイクログを始めてみました。自転車通勤しながら自転車通勤しながらちょっと日々のことを語っていきたいと思います。今日はそのテストです。
暑い。特に意味ないんですけど、今目的地まで足をつかないで行く縛りで走ってます。
んか今日サスペンションの反発が強いですね。前だけサスペンションついてるんですけど、このサスペンションの戻りが今日早いですね。なのでちょっと前上げるときにサスペンションの反発強すぎて上がりすぎちゃうというか、なんかタイヤが逃げる感じします、ね、滑って転びそう。多分今日気温高いんで、オイルダンパー使ってるんですけど、ダンパーのオイルの粘度が下がって戻りが速くなってるか、あとバネレートの調整で、基本金属のコイルスプリングなんですけど、アシストでエアーを入れて、エアーの圧力で、ちょっと足して微調整する形になってて、そのエアーがもしかしたら熱膨張で膨張しようとして圧力が上がって、でオイルの粘度が下がってっていうメカニズムで反発強くなってるかもしれない。ちょっとサスペンション調整してみます。ちょうどいいかな。今調整したのはリバウンドアジャストダイヤルって言って、戻りのスピードを調整するダイヤルです。ネジでオイルが流れる経路の断面積をコントロールして、断面積多ければより多くのオイルが流れて早く動く、逆もしかりみたいな。あ、足つかない縛りもう早速ダメですね。さっき足ついちゃったから。あ、疲れた。気づいてる人いるかと思うんですけど、今までずっと僕はいわゆる立ち漕ぎで走ってます。
電車がもともとアクション用の自転車で、ダートジャンプ、土でジャンプ台作ってそこをジャンプして、足も アクション用の自転車で、特にダートジャンプっていう土でコブを作って、そこを飛んでなんかイケてる技を決めるっていう競技というか遊びに特化したフレームで、マウンテンバイクなんですけど BMX に近い感覚ですね。でアクションするためにサドルが低いんですよね。サドルが低くて上向いてて、こう大きく体を動かすときに伏せる動作とかするときにサドルが邪魔にならないような位置に調整されてます。変わったフレームの自転車がいます。タイムトライアルだ。お、ベロクロが剥がれて、今日行けるかな。
サドルが低すぎて座って漕ぐことがほぼできない自転車になっちゃってるんですよね。しかも変速機もついてない、いわゆるシングルギアードの自転車で上りが結構辛いです。シングルギアードだとギア比が重要になってくるんですけど、この自転車はダートジャンプ用なので、ダートジャンプするときに必要な加速が得られるギア比になってます。確か前が28の後ろ11、はい、普通なんかシングルギアでマウンテンバイクだと2対1とか 2.2 対1、これが3対1じゃないですか、2.8対1ぐらい。前24だったっけな、忘れました。ちょっとギア比が高い、出だしがきつい自転車になってます出だしがきついんで、なるべく止まりたくないんですけど、信号邪魔しかたなく、でも信号変わりそうだなと思ったら手前からもう減速しちゃって、なるべく完全停止しないように調整はしてるんですけど、それともやっぱ加速するのに結構負荷が高いですね。左に行く、今教習者いたんで多分嫌がるだろうから歩道に入りました。いや無理です。あの少年も足をつけない縛りですかね。今みたいなジャンプするときにサドルがあると、ケツぶつけるんですよね。ガンドンって重心移動ができなくって、前が上がりすぎたり後ろが上がりすぎたりして大変なことになる。
あの変速機すらついてない理由は、あの故障箇所となるからですね。競技用の自転車の変速機って、あの後輪の付け根、フレームのエンド部分にぶら下がってるんですけど、ここ実はよく壊すんですよね、ぶつけて。マウンテンバイクで山道走ってる時とかも、岩と岩の間抜けたりとかする時にガーンってぶつけたりとかして、そこを曲がっちゃうと変速できなくなったりとか、最悪フレームいかれちゃったりとか。マウンテンバイクで距離走る人、ダウンヒルなんかで距離走る人は、そのリスクよりも変速できる方がメリットが大きいので、あの変速機は残してるんですけど、一時あの内装変速、ギアボックスをフレームに仕込んだりとか、ハブの後輪のハブの中に変速機仕込んだりっていうのが出てきてはいたんですけど、やっぱり今のところ外装変速が未だに主流。ホンダなんかもダウンヒルバイク出してきたことがあって、最初の頃は CVT だったんですけど、だんだん軽量化してって、最後ギアボックスの中開けてみたら、あのマウンテンバイク用の、あ、ロードバイク用か、小さい普通の自転車用の外装変速機がギアボックスの中に入ってたっていうオチで、まあ、歴史あるシステムなんで、まあ、それなりに完成度が高いんでしょうね、きっと。ただアクションバイクに関しては変速ってあんましないん で、その代わりジャンプして着地でやばいことになりそうだなって時には自転車投げ捨てたりするんですよね。空中で自転車投げ捨てて、あ、これ着地で失敗するなと思ったら、自転車と一緒に着地しちゃうと自転車の部品が体に刺さるリスクがあって非常に危ないので、空中でも自転車投げ出しちゃって、もう身一つで地面に転がるような、その時に変速機がついてるとやっぱそこ壊れちゃう、壊れるリスクっていうのはもしかしたらあのダウンヒルよりも高いかもしれないですね。で、リスクは高くて、でも変速をするってことはしないのでメリットがない。それで変速機を取っ払っちゃって、最初は初めからフレームが変速機つかないようになってる。変速機の原理から言って、あの多段式になってるギアを変速機が脱線させて、変速機が脱線させて違うギアに入れて、そうするとギアの外周変わるんで、チェーンのたるみ変わってくるのを、やっぱ変速機がテンションかけて常にチェーンがたるみすぎないように制御してるんですけど、その変速機がないとチェーンのたるみの調整ができないんで、このフレームはトラックエンドって言って、あのママチャリと同じように前後にホイールが動くようになって、それであの距離を調整してチェーンを張る設計になってます。ちょっとコンビニ寄るんで一回撮影だと思います。 GoPro ビデオストップ。コンビニでお昼買ってきました、はあ、下りだと座って下れるんで楽ですね、はあ、GoPro はもうおなじみのネックハウジングストラップでしたっけ、まあ、ネックマウント、首から下げるマウントに
純正のマイクアダプターを介して DJI のフレキシブルマイクを使ってます。なんとか内蔵マイクで撮れないかな、音取れないかなと思ったんですけど、やっぱひどいですね。ヒーロー3も持ってるんですけど、ヒーロー3のマイクはまあおまけみたいなもんって言われてましたけど、ヒーロー6のマイクはもうおまけにすらなってない。音別撮りにするのはちょっと手間かかりすぎるんで、やろうとは思ってます。一回 iPhone で試しましたけど、 iPhone にそこら辺ただのピンマイクでやったんでは全然音取れてなかったんで、まあ、この DJI のマイクを使って GoPro でマイクアダプター返して録音するのが一番手っ取り早いかなと。で、 GoPro の設定は1080p60fps にしてるんですけど、この間なんかちょっと気になったのが、なんか1080p の30フレームでちょっとテストしたら、すごいなんかブロックノイズが出て、大きくパンした時に特にブロックノイズ出る感じがして、これヒーロースキーにはなかったんですよね。全体的な解像感とかはシーヒーロー6の方がいいし、色味も好みなんですけど、あのブロックノイズ、こんな前はヒーロー3はこんな出なかったよなと思って、でなんかいろいろ調べてみると 4K60fps だから HEVC でしたっけ、あの高圧縮の H.265 の形式にした時は出ないけど、 4K30p にした時、30フレームにした時にはやっぱブロックノイズが出るみたいなのを見て、でなんか基本このネックマウントするときはあの映像安定化をオンにしてるんですけど、これオンにしたときの方がなんかブロックノイズが出てるような気がして、まだそこ検証してないんですけど、今後ちょっとやっていきたいかなと思います。ネックマウントのまま音声操作で今スタートしたりストップしたりしてるんですけど、これは便利ですね。画角は最初にスマホで確認しちゃって、あとそれ以降はもう音声操作だけで、ちょっとどっかで止まって自転車の紹介します。どこがいいかな、日陰になっちゃうな、この辺で行くか。行くと、よし、感じで、まあ、サドルの位置がまず低い、ハンドルが高い、そして近いんですよね。これ操作性を重視する場合、ハンドルを高く近くして、クイックにしてる。でシートは体を伏せるときに邪魔にならない高さ。これ以上下げれるんですけど、これ以上下げると今度はあのかえってあの足に当たったりとかして邪魔なので、この高さで固定してます。で固定がもうこれクイックリリースじゃ、クイックじゃなくてもネジ止めになってるんで、高さを変えるにも工具が必要 で高さ変えてもサドルが上向いちゃってるんで座りにくいんで、この位置固定で使ってます。でこれがシングルギアですね。チェーンはあの BMX と同じ8分の3って言ったっけな、あの9速とか10速のチェーンよりも幅が広く丈夫になってます。でここトラックエンドって言って、ホイールが後ろに抜ける、チェーンホイール外すのに一回チェーンを外して
そんで後ろにホイール抜かなきゃいけなくって、で1回ホイール抜いちゃうところのディスクブレーキの位置がずれちゃって非常に分解しにくい自転車になってます。クランクの形は BMX みたいな形ですね。そのホイールにダイソーの光るバルブキャップつけます。これ100円で2個ついてきて、全然電池もついてて、電池交換しようとするとかえって高くつくっていう、コスパがいいんだか悪いんだかよくわからない。そうです、結構明るく光って面白いです。この赤いダイヤルがさっきあのサスペンションの戻りを調整してた調整ダイヤルですね。でここのネジ開けてバルブを出して、空気入れ、専用の空気入れでエアを補充して、バネルエッドを上げて硬くしたり柔らかくしたりという微調整ができるので、カスタムしたところっていうと、ハンドル周り、ハンドルを白いアップハンドルにして、でブレーキ壊れちゃったんでシマノの安いブレーキをインストールしてます。これもともと純正ではハンドル黒で、ブレーキレバーとブレーキキャリパーですね、このブレーキ本体は白で、ホースが緑っていうフレームの差し色と合わせてあったんですけど、同じ構成にしたかったんで、シマノのレバーとキャリパーにジャグワイヤーっていうメーカーの社外品のブレーキホースをつけてます。取り付け方法が、バンジョーっていうのを使う方式だったので、そこぶった切ってシマノのオリーブとインサートを入れて無理やりインストールしてます。動作が保証されている組み合わせではないので、真似される方は自己責任でお願いします。ちょっとサドルを交換して、それぐらいかな、これ特にいじるとこなかったんで、クランクもしくは BB がちょっと調子悪いんで、いつか交換したいなと思ってます。この見た目好きなんで似たような構成になると思いますけど、ついでにギア控えたいな。クランクもこれ175mm っていうの、僕が乗るにはちょっと長めのクランクなんで170mm ですね。ちょっともうちょっと短いクランクにして、でそうすると多分ギア比そのままだと漕ぎさらに重くなるんで、やっぱギアは変えてなんですけど、後ろのギアがもうハブと一体になってるんで、こっち側で変えるしかないですよね。でこっち側変えようにも、なんかちっちゃいギアが、この DMR っていうフレームと同じメーカーのクランクなんですけど、このメーカーにはどうもないっぽいんで、他のメーカーのクランクを入れて、でちっちゃいギア入れて、ギア比をまあ適切に変えていきたいなと。特にそうですね、これもういじりようがない、シンプルなんでいじるところがない、あんまりない自転車、面白いカスタムという点では面白くないかもしれないですね。でも今日はもう目的地近いんで、今日はこの辺で失礼します。 GoPro ビデオストップ。